レナルド・バークマンはニューヨーク州スタテン・アイランド出身のバスケットボール選手。現在はバドルのテキサス・レジェンズに所属している。身長203センチメートル。体重94キログラム。ポジションはスモールフォワード。背番号は32。サウスカロライナ大学卒業後2006年の NBA ドラフトでドラフト一順全体20位指名を ニューヨーク・ニックスから受ける。この時、ニックスのホームコートであるマディソン・スクエア・ガーデンのファンは、無名選手だった彼と、指名をしたアイザーやトーマスヘッドコーチにブーイングを浴びせた。ルーキーイヤーは68試合に出場、4.9得点、4.3リバウンドをマークした。2008年7月29日、トーリングリーン、ボビー・ジョーンズ及び2010年のドラフト2巡目。 指名権と交換でナゲッツにトレードされた。2011年2月22日、カーメル・アンソニー、チャウンシー・ビラップス、シェルデン、ウィリアムス、アンソニー・カーターと共に大型トレードによりニューヨーク・ニックスへ移籍。バーグマン自身2年7ヶ月ぶりにニックスに復帰となった。2012年2月17日、ニックスが JR ・スミスと契約した代わりに解雇された。 スイングマンでありながら、3ポイントシュート、フリースローを苦手としている。しかしディフェンスやリバウンドを得意としていて、ディフェンスの悪いニックスでは貴重な存在であったが、シュート力が改善されなかった。ルーキーイヤーでは48分あたりのスティール、ブロック数で、ルーキートップの記録をマークしている。ありがとうございます。